さんこんにちは、吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来てくれて、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、今日撮影日なんですけど6月の、25日になりますね。まあなんか急に暑くなりましたね。今日ね、益子町の、最高温度36度です。急にね、なんか梅雨が一気に飛んでいってしまったような感じで夏になっております。まあこれだけ急にね暑くなるとね、人間もちょっと疲れるってところもあるし、まあイチゴの苗なんかもね、なんかぐったりしてる感じなんで、こういった時はぜひね、人間もそうですがイチゴの方もですね、水分しっかりと与えてください。まあ、吉村農園の方でも急遽今日はね3回朝とお昼と夕方って形で3回かけるような形でね、本当にこまめに行っておりますんで、よろしくお願いします。で、今日の動画のテーマの内容なんですが、育苗ハウスの方に来ておりますので、育苗ハウスのですね、まあ、ピン刺しですね、今絶賛行っておりますので、そのピン刺しの、まあ、やり方もちょっとね改めてご紹介になりますので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、育苗ハウスの方に来ておりますので、まあ、今回なんですが、このピン刺しですね、だいぶもう終盤に差し掛かってきていて、まあ、今のランナーの状況を見ながら、こうピン刺しなんかのまあやり方なんかもご紹介よろしくお願いします。はい、こんにちは。もうピンを刺し始めて、5月から刺し始めたんで、約2ヶ月まではいかないんですけど、今日は6月の24日。どうしてもね、もう後半、あと2列ぐらい、3列ぐらいのところも空いてるところがあるんですけど、大体塞がってきたっていうことで、塞がってきてくると同時に、これはとちおとめなんですけど、どうしても和製品種はね、こんなに長いのよ、これ。ちょっとありますね。長いっていうことは遠くまでさせるっていうこともあるんですけど、その反面、長くて今度ね、絡まっちゃう。こういうふうに。どうしても絡まっちゃうもんで、うちあたりも一本ずつこう、横へやって、丁寧に丁寧にやってるっていう状況なんですけど、これもね、長いばっかりだくれば、どうしても絡まっちゃうから、まずは、これはたまたま土が、すくすくの土がもう、水なんかとか流れちゃったりして足らないやつもこの後半には出てきますから、そうするときはこういうふうに土を足して、まず土をこう足しまして、その後ランナーの方を刺していくんですけど、ランナーの刺し方もいろいろなパターンがあるんですけど、長いときはこれ普通に刺すと、こういうふうに刺すとこう、こんな感じで、刺すパターンがあると思う。そうすると、これがね、バネみたいな感じになって、こう、弾けちゃう。こういうやつが。これは、一旦、ちょっとね、映像では難しいんですけど、こういう風な感じでね、回して、こう。こちらの映像を見るとわかるんですけど、上にこの、茎がこう、輪っかみたいになってるでしょ。輪っか、はい。はい。どうしても狭い場所で刺していくから、この輪っかも、ただ縮めるだけじゃなくて、こう回すような感じで刺していくやり方の方が、こっちへ来た時にね、この穴からずれない。この穴に対して、私は、もうずれるのをちょっと想定してるんですけど、この辺に刺すんですよ。そうすると、伸びていった時ちょうど中央ぐらいに来るかなっていう感じになるから、その間でも、ただ、これをまっすぐ垂れてるのをそのまま、こう刺すんじゃなくて、回すような感じで刺した方が暴れない。ちょうど、今頃になるとどうしても長いから、こんな感じで回してちょっとね、ここへ刺すと、でよっぽどこれが長くてグラグラしちゃうときは2本ぐらい刺してあげる。その時なんですけども、新しいピンを相当使うからなくなっちゃうっていうことじゃなくて、今度は奥のやつはもういらないから、最初に刺した2段か3段ぐらいまでのピンを使って、こちらに刺していく。こう。こんな感じで。一箇所じゃなくて、動いちゃうから、ほら。これは
そのランナーランナーによって、使い分けをするっていうのも一つのやり方で、こう来てたら回してあげて、こう。もうちょっとゆっくりやってもらっていいですか？こういう風になってるから、はい、ただこういう風に刺さないで、ちょっと回してあげて、ここを刺す。はい。こんな感じで。はい、これだけでもこの遊びが今度これにできるから、この遊びでこれがうまくいくから、真ん中に刺すで、ちょっと真ん中より、ちょっと、なんていうんですかね、親よりの方に刺してあげるっていうやり方の方が一番ベストかなっていうとこですね。はい、これはその人その農家によって工夫してやっていけばいいんですけど、どうしても最初の頃からに比べると、もう外気温も上がってきたんで伸びてくる。これがだいぶこの、こんなに伸びてるから、これをうまく整理していかないと、傷つける元になるから、傷つけるとどうしてもウイルス病とか炭素が入る確率が高いんで、そういう細かしいことなんですけど、きちんとやっていけばそんなに時間はかからないから、順番で刺していったり、これが万が一余ってるような時は、隣のベッドさ、刺せる。こうの、長い時は。それにも、順番で刺していって、余る時はもう完全にこう抜いたりして、で、こちらの、反対側のベッドに、もう、傷つけないようにして、ちょっとこれを回して、上げて刺す。ちょっとね、見づらいから分かりにくいんですけど、そのまま刺すんじゃなくて、ちょっとこの回して刺してあげるっていうので、この、ブレない。で、よっぽどブレるような時は2本刺しをしてあげて。それももう、この辺まで来てると、こちらの元の方はもう完全にピンが、親がついてるからこういう状態で、こんな感じになってますから大丈夫なんで、見るとわかるように、こちらのやつ、最初のやつはもう完全に、抜くとこういうふうに下まで行ってるからもうピンはいらないから、このピンを利用する。ちょっと手がちょっと、あ、ごめんね。こんな感じで、完全にもう根っこがついてるから、ほら、こういうふうに。ちょっと待ってくださいね。わかるかな？はい、OK です。はい。こういう状態ですから、もうピンはいらないから、この奥の段階のやつを使って、このピン。ピンはすごく使うから、一箇所で一本じゃないから、5万台5万本っていうんじゃなくて、5万で7万本ぐらい使っちゃうから。ああ、ベタに刺していったら。そうすると経費の方も高いし、このピンもね、1円ぐらいもう上がってるから、こういうピンであっても節約するっていうんじゃなくて、こちらのやつをこちらに使うっていうやり方をやれば、ああ、それ分経費が、ああ、全部の本数、苗の本数分いらなくてもできますから、そういう風に上手に使ってください。はい。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、ピン刺しについてのご紹介動画になりました。いかがだったでしょうか。まあ、ピン刺しといってもね、この最後の後半のピン刺しの やり方ですね、どうしても最後の方のランナーというのは、急にこの、石灰の方がすごく長くなるところもあるんで、そういったところの場合に、しっかりと最後のところにね、この穴のところに刺すためには、どんな感じでやった方がいいのかっていう、まあ、やり方のご紹介になりましたんでね、ぜひね、参考にしていただければと思います。このピン刺し、非常にね、これ大事な作業になりますんで、ぜひね、よろしくお願いします。で、次回も動画撮っていきますので、ぜひぜひご覧ください。最後にいきます。これが農業です。はい、こんにちは。吉村農園の吉村です。いちご狩りも終わって、今、いちごの苗の方を育ててます。これも12月にはなるように頑張って育ててますから、待っててください。はい、こんにちは。いつも一言って言うんですが、今日はね、梅雨が明けたような暑さがここ土日続くみたいなんで、体調管理、やっぱりね、農業はどうしてもね、暑さとの戦いもあるんで、水分と
休憩はこまめに取るっていうのが一番いいと思います。私なんかもね、朝早くから水かけをやってるんですけど、どうしてもハウスの方はね、水の方も乾く率がとても早いんで、こまめに少し、2回か3回かけても大丈夫だと思います。体調管理っていうのはね、やっぱり睡眠だと思うんで、新規収納なんかの人はね、焦ったりしてね、水分を取らないでね、頑張りすぎるっていうのもね、良くないと思うんで、やっぱり休みも必要ですから、休むっていうことも考えた方がいいと思います。いちご作りの方はやっぱり苗七分作って言われてるように、苗をしっかり作らなくちゃならないんですけど、どうしても暑い時は朝早くとか夕方を利用する。今はちょうど7時頃まで、太陽の光地が明るいですから、そういう風にやって日中を避けるのも一つのやり方だと思います。工夫して頑張りましょう。普段から10日遅れてるんで、そういう時はそういう時にあったような作業をしていかないと、万が一ウイルス病だの炭疽病にかかったら、親の上の葉っぱをカットしちゃいました。今状況ではここが満タンになって、もう本当であれば本当の目的はここの2列、ここの2列が見てわかると思うんですけど、小さいと思います。